松川町の寺で彼岸花が見ごろを迎え秋の訪れを告げています彼岸花の名所として知られる松川町の霊学寺西向きの緩やかな斜面の梅畑周辺を中心に7万本の彼岸花が植えられています住職が45年ほど前から旧婚を株分けして増やしてきました